さあ3、2、1 FM ディノワンのラジオお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院に入院中に出会い、精神科病院で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組と銘打ってはおりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。はい、メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、本日3月11日月曜日、うん、第77回のメンヘラジオ収録となっております。なあなあ。はい、まあ放送日はね2週間後の25日なので月曜日、うん、はい、もう3月も聞いてる人はね、本放送を聞きの方々は、はい、もう3月が終わりに近づいているという、お、はい、3月の終わりに近づいてる、はい、っていう形になりますけれどもすぐ春ですね、だね。そうだね、もうまだ3月11日現時点では、うん、ちょっと今日はね雨も降って、ちょっと肌寒い感じがまだ残ってますけれども、そうだね、肌寒いよね。うん、その肌寒さも相まってちょっと夏美さんのね、うん、あの喘息がちょっと発作が出まして、はい、今日ね急遽ちょっと病院にも行ってきたんですけれども。夏美さん調子はどうですか？そうですね、もうマイク越しにぜいぜいヒューヒュー言うかもしれませんけど、うん、すいません。はい、まあそれがねちょっとでもなんていうのかな、減少できるように、うん、あれはしてるよね、マスクはね。マスクはしてます。そうそうそう、ちょっとその辺気を使いながらではあるんですけども、はい、一時ねあのやっぱりちょっとし結構のにしんどそうにしてたから、うん、あいや今日はちょっと収録難しいかもなと思ったりもしたんですけれども、あの息するたんびに、うん、肺と気管支が痛いっていう、うん、あ痛いんだ、痛い、なんか痛いっていうのが続いたので、うんうんうん、ちょっと病院行かせてもらってお薬ももらって、うんうんうん、吸ってきました吸引ね、なんかポッ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 煙が出てるやつを目の前でちょっと吸ってるなと思って見てたけど、うん、ちょっとね、うん、吸ってきましたよ。でも結構ね病院も空いてるとまでは言わんけどね、あの結構スムーズに受診もできて、うんうん、よかったね。そうだね、うん、思ったよりもありがたかったですね。待たなかったかな、うん、まあ改めてちょっとまた喘息のちゃんとした主治医と言いますか、あの専門の先生にちょっと今度見てもらうことになりますので、うん、はい、それまでねちゃんといただいた薬もらってやっていきましょうね。はい、はい、メンヘラトーク。はいはい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもやってます。ツイキャスちょっと調子が悪いんですけど、うん、大丈夫かな、うん、大丈夫だと思いたい。よし、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと天気がね悪い影響もあってかちょっと通信障害が、うん、現在あるようなので、はいはい、そこはもうしょうがないと。はい、ツイキャスもどんどんパンパカお待ちしております。はい、よろしくお願いいたします。来てますよ。はい、埼玉の郷さん、おなっちゃん、あ、郷さん、はい、なっちゃん、ダンパチケンタさん、こんばんはこんばんはそうそうそう、僕も昨日ダンパチしたよって、お、よかったよかった。俺ね、そうそうそう、ちょうどね、うん、先週か、うん、先週、まあ2週に続けて、まあ久しぶりの〇〇でメンヘラトークをお送りしたわけですけれども、その時にね、うん、ゴーさんじゃなかったっけ、久しぶりのダンパチ
したって言ってた。そうそう、しておいでみたいなさ。しておいで。そうそうそう、そんな感じで言ってくれたような気がするんですけども、うんうん、まあ実際ねちょっと前髪も鬱陶しかったんでいいタイミングだと思って。すごい長かったもんね前髪ね、はい、散髪してきました、うん、はい、ロアさんからも来てます。はい、ロアさん、こんばんは。こんばんは。先週の放送のことすっかり忘れておりました。あ、まあ久しぶりでしたからね、うん、久しぶりだったから、うん、したっていう感じの絵文字こんななってる。はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では本日のトークテーマ発表の前に、はい、まあ先ほどちょろっと言いましたけれども先週のトークテーマ久しぶりの〇〇にいただいたメールがございまして、はい、これがね収録後にちょっと一通だけ届いてたんですけれども、はい、うん、せっかくいただいたメッセージですのでちょっと読ませていただきたいと思います。あ、ぜひぜひ読みましょう、はい、メンヘラネームプレイグさんより。あ、プレイグさん、はい、お久しぶりです。久しぶりです。夏美さん、健太さん、ご無沙汰しております。はい、ご無沙汰しております。日々やることが増えましてついにツイキャスをアンインストールしてしまいました。お、参加型ラジオは誘惑が多すぎますそうかも。リスラジ YouTube は活用しておりますが、うん、この番組 YouTube のアーカイブあります？夜中リアタイできませんので、うん、あるよね。ある。FM ギノワンさんのそれこそ公式 YouTube の中で、うん、まあ探せば出てくるし、うん、それこそ FM ギノワンで検索しなくても、うん、例えばメンヘラジオで検索していただいたら、うん、そのなんていうのかな、動画リスト、再生リストで、うん、FM ギノワンさんが作ってくださってるので、あ、じゃあ出てくるかな、はい、見れると思います、うん、はい、ではトークテーマ久しぶりの丸、久しぶりの丸々ですが、はい、久しぶりにノートを買いました。お、勉強用です。あ、勉強用のノート。私が知っているノートは横に線が入っているだけのものだったんですが、うんうんうん、最近買ったノートは何、方眼っていうのかな、うん、あらかじめマス目が印刷されたノートで図を書くにも文章を書くにもとても使いやすいというのをごく最近知りました、うん、こんな便利なものがあるんですね最近は、うん、と感心しきりでございます、うん、ではではリアタイできませんが YouTube に上がってたら見たいと思っています、はい、季節の変わり目体調には十分お気をつけくださいませとのことです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ノートね、うん、そうなってるんだ。なんか小学校とかで使ってたノートはなんか方眼のノートってあったよね、うん、そう、マス目の中にマス目があってさ、そこで書き順を覚えたり、うんうん、その中に収まるように綺麗に字を書いて覚えていくみたいな形だったけど、うん、大学ノートをいわゆる今言ってるさ、そうそう、横に線がビービービーって引かれてるやつだよな。ああいうのにもちゃんとなんか方眼的なマス目が書かれてて、うん、なってるんだね。ノートも進化してるんですな、うん、でも真っ白のノートもあるしね、逆にという。あ、そうね、そうね、お絵かき帳じゃないけどね、うん、文房具ってでもさ本当になんか進化してて、うん、たまになんかテレビで特集やってたりすると面白いなと思って見ちゃうんだけど、うん、プレイグさんがそのノートでちょっと進化してるんだなってびっくりしたように、俺も文房具に関してちょっとびっくりしたのが一個だけあって、うん、何だ、ホッチキスってあるじゃん、うんうん、パチンって、そう、紙の、あ、針のいらないホッチキスってあるさ、うんうん、ある、紙をなんか綺麗になんか取れないようにピッてなんか形つけて、そう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 、そう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 、あれすげえなと思って。確かにね、そうだね、うん、あれはちょっと針のないホッチキスね、そうそう、びっくりしたし感動した、うん、あれはいいよ、子供が使う分にはね、うん、やっぱ俺ちっちゃい頃ホッチキスの針指通しちゃったりとかもしたからさ、あー痛い、これすごい安全で便利だなと思った。うん、ただなんかあれなんだよね、俺が見たやつは、うん、最大で5枚とかぐらいかな、あ、10枚いかないぐらいのものをパッチンするやつで、枚数に限りがあるんだ、そうそうそう、枚数に限りがあるってところがあれなんだけど、まあ針でも同じだしな、上等、でも上等なものだったら一気にバツンっていけるやつあるのかな、大きいやつとか、俺が見たのちっちゃいやつだったんだよね、うん、うんうん、はい、プレイヤーさんありがとうございました。ありがとうございます。はい、では本日のトークテーマの方に行きたいと思います。はい、本日のトークテーマはジンクス、はい、は
はい、まあジンクス、うん、わかりやすくちょっと似た言葉で言い換えると、うん、前兆とか法則、うん、因果関係、言い伝えとかがまあそれに当たるかと思うんですけれども、うん、まあ例えばね、いいことがあるようにと弦を担いでやることがやってるよっていう行動、うん、だったり、自分がねこんな行動したらこういうことが起きるんですよみたいなね、まあいい悪いに限らず、うんうん、あとはなんか前兆で言うと、うん、体調悪くなるときこういう前兆あるなみたいな思い返せば、あなんかね、まあ言い伝えの方で言うと、なんか目の前をさ黒猫が横切ったら、うん、不吉なことが起こるっていうさ、うん、なんか言い伝えみたいなのあるじゃん、うんうんうん、なんかあるそういうのに実際に遭遇した時こんなことありましたみたいなさ、うん、そういうのツイキャスでもポンポン上げてくださると嬉しいですけど、そうそうそう、なんか実践しているねものだったり、もしくは体験したことのある、うん、なんかジンクスにまつわるエピソードがあれば、うん、ということで、募集しております。ツイキャスがね、はい、ちょっとね調子悪くてくる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 してるみたいなんですよ、うん、あ、そうなんですか。ちょっとこれがね、はい、あれですね、接続が切れる、ね、もう一回ちょっと続けてくださいね。はい、はい、まあじゃあちょっと皆さんのメッセージがね、なかなかもしかしたら今日はツイキャスのつながりが悪いということでね、うん、ちょっともらえないかもしれないというところで、うん、じゃあまあたまには俺のジンクスから。あ、はいはい、ジケンタさんは。俺のジンクスはね、やっぱりどうしてもね、うん、ギャンブル依存症なんで、ギャンブルにね関係する、うん、ことがねジンクスとして真っ先に思い浮かぶんですけれども、うん、朝一、いわゆる開店前からパチンコ屋に並んで、はいはい、整理券ももらって、うん、並ぶ、うん、そんでパチンコ屋に入る、うん、っていうなんかことをすると、うん、全部負けるとまでは言わんけど、うん、9割方負けるよね。ケンタさんのジンクス。そうそうそう、朝一で並ぶと負けるんだよ。でもなんでそれを分かってて朝一に行くかっていうと、うん、ま、依存症だからって言ったらそれまでなんだけど、まあ、できるだけね、うん、長い時間パチンコ屋にいたい、あ、なるほどね、打ちたい、遊びたい、遊びたい、打ちたい、そうそう、でなんなら行く、もう並んでる時は今日は勝つぞ、今日こそ勝つぞみたいなさ、うん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 、そういうなんか妄想じゃないけどさ、そういう思いがあるから、うん、自信がなんかあるんだね。そうそうそう、あの根拠のないな、うん、であとなんていうのかな、パチンコパチスローしたことある人はもしかしたらわかるかもしれないけど、うん、人気の機種とか、うん、新台だったり新しく入れられた入った台ね、うん、とかだと、まあ、朝一からじゃないと座れない。あ、座れないんだ。そう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 、取れないんだ、 その席を。そうそうそう、で、まあ、仮に朝一に並んでてもその整理券の番号が悪ければ先に誰かに座られちゃって、うん、自分が本来座りたかった台に座れなかったりとかもあるから、うん、そうなるとやっぱり狙い台がに座れないとかで、うん、結果変な台打って負けるみたいな、ね、挙句負けるみたいな。そうそうそう、そうだから朝一に並ばないと、うん、まあ、お昼過ぎとかに行ってもさ、まあ、うん、回転してしばらくしてから行ってもそうやって座られちゃってて打てないのよね、自分の好きな台、うん、打ちたかった台、うんうんうん、人気の台、うん、そうそう、なるほど。だから並んで、行くんだけど朝一は負けるのよねでも負けるっても分かってるけど行っちゃうんだよね。でもやりたいし、そうそうそう、打ちたい、遊びたいで、そうそうそう、勝てる自信が、変な根拠のない自信があると、だから行っちゃう。そうそうそう、で最終的に夕方ぐらいにはなんか漫画読む休憩コーナーでただただ漫画を読む時間みたいな、うんうんうん、埼玉の郷さんがね、やったり、うん、嫌な台になったらやらなければいいじゃん笑いってきてるんですけど、いや嫌な台ではないんですよそうそう、だって可能性があるわけだから可能性があるすごい言葉だそうそう、パチンコ屋にはいたいんですよね。言ったら第一候補があって、第二候補、第三候補、第四候補ってずらーっと 15ぐらいあるんで、まあ、全く興味ない台には座らないけどそう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 、まあ、それなりに興味ある台に座るからね、うんうん、そうそう、そんな感じで
ちょっと変なジンクス、はい、でまあそれを逆に言うと、うん、夜とか空いた時間にちょこっと行ったり、うん、時間がないっていう時に打ってたりすると、うん、大当たりが当たって続くみたいなさ、連チャンして、この後約束あるのにみたいなとかさ、店が閉まる直前っていうか店が閉まる時間もあるじゃん。あ、あるあるよ、取り切れないとかね、うんうん、あるある。その時はどうなんですか。いやもう諦めるしかない。要はもう店員さんがそこまでですって言ったら止めないといけないから、うん、うんうん、そうそう、そういうのももちろんあるけど、でも夜の方がなんか勝つイメージあるんだよな。うん、でも長くいないから不完全燃焼で、うん、翌日朝から早く行って結果を開けるみたいなさ勝った分も吸っちゃうみたいな、わけわからんわけわからんそうなることがあるんですよ。なるほどね、はい、夏美さんは何かジンクスあります？夏美さんのジンクスはですね、緊張してる時にジャンプをすると緊張が解ける気がする。ああそうなんだ。私がはいはいはい、はい、緊張してる時だからピョン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 ずっと飛ぶ。じゃあ言うたらなんかそれこそ夏美さん公演とかたまにやる時あるし、うん、舞台に立つ時とかに、うん、ちょっと緊張ほぐすためにジャンプします。言ったら験担ぎの一種だよね。あ、うん、そうかもそうかも、うん、リラックスして喋れるようにとか、うん、そういう感覚があるから。そうね、はいはいはい、なるほどね、あります。それはなんか面白いな、うん、ジャンプしてみてください。なんか変わりますよ。あ、本当。ちょっとそれ今度試してみよう。健太さん結構緊張しいだから、うん、それこそこのラジオに臨む前に、うん、ドアの前で飛ぶかもしれない仲良く飛びましょう。はい、はい、OK、それではちょっとここから楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います、うん、はい、はい、本日私が紹介したいと思って、紹介させていただくのは、うん、アナベルさんのシンクレティズムという歌です、うん、はい、どうぞお聴きください。はい、ゴーさんから来てるよ。あ、沖縄大輔さんも来てるじゃん。来てます。うん。うん、こんばんはって。こんばんは。はい、こんばんは。沖縄大輔さん、こんばんは。うん、ロアさんも見てくれてるね。あ、よかった。ありがとうございます。で、ジンクスですけど、うん、埼玉のゴーさんから来てます。はい。誰かがくしゃみやあくびをしたらこれはね、確かにな。映るね。本当だな。ジンクスと言っていいかもね、もしかしたら。映るな。映る映る。あくび結構映るな。くしゃみは映るか。あくびは映るよ。くしゃみは、くしゃみ、わからんな。くしゃみ、うーん、あくび、もう一個あるよ。あ、もう一個ある、もう一個ある、うん、車洗ってる時とか、うん、終わった矢先に雨が降る。はい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 、はい、そうかもね、あるあるだねそういう人多いかもね。うん、あ、洗車で、え、でも雨の日とかに洗車にめっちゃ並んでたりするのは、あれはなんで？いや、雨の上がった後じゃないや。上がった後か。うん、並んでるのが台風の後は特にめっちゃ混むし。あ、そうだね。沖縄ね、うんうんうん、早く塩水落とさないとね、錆びちゃうよね、うん、確かにな、そうだな。埼玉の郷さん、ジャンプしたら力抜けるんじゃないかな。うん、なんてジャンプしたら力抜けるんじゃないかな。あ、そういうことか。なんかちょっとリラックスするって感じかな。リラックスできる感じがする。だ、力抜けてことに臨めるというか、うん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 、もう一個あるよ、夏美。何？手に書いてきたんだメモしてきたんだメモしてきた。縦に見えるよ。物を選ぶ、うん、例えばなんかご飯屋さんで料理を選ぶときとか、はい、これとこれどっちにしようって悩んで、うん、選んだ方を食べてる途中で、うん、食べてとか来た時に、うん、あ、私あっちが食べたかったのにって思う時があるそうね、思うな。そっち美味しそうってなっちゃうよね。あっちが食べたかったのにってなる食べたかったのにはおかしいけどねなんでかね、うん、なんでかね。そっちが美味しそうはわかるけど、食べたかったのにはちょっとなんかおかしいよ感想として。
そうかね、うん、食べたかったのにってなるんだよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、でなんか食べてみると実際あやっぱりなんかちょっと失敗したかなみたいな、あ、そうなんだ、感じになっちゃうんだ。ややこしい、こうややこしい、ややこしいよ。はい、そんな感じです、はい。ツイキャス、埼玉の郷さんが、この絵文字は何ですか？沖縄大好きさんはぴょんぴょん飛んでます。あ、本当だ。ありがとう。あ、埼玉の郷さん、うちはだいたいワイフとシェアするかな。あ、食べたいものをね、あ、ご飯ね、頼んでね、うん、うんうん、なるほど。それはね、確かにできるよね。うん、シェアはできるね。夫婦だとね、やりやすい、うんうんうん、そうだな。友達と行った時ちょっと気使うよな、ね、ちょっと気使うな。どっち、あの羨ましいってなって。友達にもよるけどさ、あの言える人はね、あ、言っちゃう、言っちゃう、あ、ほんと、とかちょっと食べるって聞かれるのを期待して、うん、食べてみる、私の手差し出すとか。あ、そうなんだ。はい、お聞きいただきましたのはアナベルでシンクレティズムでした。はい、はい、こちら OVA、うん、ハイブリッドチャイルドというオリジナルビデオアニメの主題歌で、うん、はい、私の大好きな大好きな曲でした、はい、曲の一つでございます。アナベルさんね、うん、アナベルさん確か外国どこ出身だったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、うん、海外の方でね、うん、でもあの日本で、アニソン歌ったり、うん、それこそゲームの主題歌歌ったり、うん、はい、すごい活躍してた方なんですけれども、うん、最近は聞かないな、曲は出してないですか、うん、最近は。ちょっともっとね、アナベルさんのいい声で、うん、好きなアニメの曲とか歌ってほしいんですけど、うん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 、まあそのうち、そのうち、はい、活躍してくれることを期待しております。はい、はい、ではエンディングです。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングです。はい、今日もあっという間でした。はい、はい、さっきロアさんから来てました、ツイキャス、はい、あの料理のこと、私もシェアしまくりですねって。ああ、ほんと、うん、まあ仲良し夫婦だね、みんなね、夫婦だね、うん、これがさすが、なんていうのかな、シェアしなくなったら終わりだよね、マジで。なんか、あ、怖い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 。やだね。やだね。ジンクス、シェアしなくなったら終わり。え、リオチさんからも来てます。こんばんはって。こんばんは。こんばんは、リオチさん、はい。ありがとうございます。ねえ、見てってください。寄ってってください。もっと近づいてきていいんだよ。埼玉の郷さん。はい。アナベルさんはアルゼンチン出身の方みたいだねって。ああ、そうなんですね。調べてくれたの？ありがとうございます。アルゼンチンだって。そうそう、すごい綺麗な方でね。うん。うん、あ、綺麗な方、顔、お顔が綺麗な方。そうそう、お顔もあの整ってて、でもしっかり外国人。しっかり外国人。いやでもなんかちょっとハーフっぽさもあるようなないような。あ、そうなの。うん。すごい、あの他にもね、いい歌歌ってますんで、うんうん、なるほどね。さん、あの、はい、YouTube に思いっきりお父さん映ってますけど大丈夫ですかね。どういうこと、どういうこと、あっあのさ説明したらいい、はい、どうぞ。あの夏美さんの携帯電話のこの、うんうん、あ、違う、私最近お父さんを亡くしたんですね、うん、先週もね、先週言いましたけど、うん、お父さんを亡くして、うん、それでお父さんの写真携帯には入ってるけど、なんかもっと見ときたいなと思って、うんうんうん、でちょうどあのホワイトデーとかがあったじゃないですか、あるじゃないですか、はいはいはい、でそれで健太さんに、うん、あのおねだりをしたんですよ、スマホのケースを、うん、でも気に入るのがなかったので、うんうんうん、あのお父さんの写真をプリントして、うん、透明なクリアケースの後ろに、うんうん、あ、見せられないね。クリアケースの後ろにお父さんの写真を入れました。うんうんうん、それで OK。
これからはいつまでも一緒だぞっていう感じで。そうね、そうね、はい、今パッてなんかあの YouTube 用のモニター見たらお父さんめっちゃ映ってる、お父さんがめっちゃ映ってるから3人共演みたいになってるからそうだねちょっと笑っちゃいましたよ、うん、うんうんうん、まあ仲良し親子ですんで優しい子やって埼玉の郷さんありがとうございます。そうね、うん、そうそう、うん、なんかそうだね、あれホワイトデーの話題とかはなかったね。ああ、そっかそっか、してなかったね、うん、ホワイトデー、まあでもまあ11日月曜日3日後ですからね。おお、はい、僕はなんか三栄で売ってた、はい、はい、三栄で売ってたなんか1枚のなんかチョコみたいなのをね、うんうんうん、前日にもらったからね。前日だったね、2月13日にね。前日だったね。間違われなぞ。いや優しい子や自分で言うの優しい子やな埼玉の坊さんそう思うよね、優しい子や。まあまあ、もらえないよりはありがとうございました。はい、はい、では、本日のメンヘラ城はここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと通信環境が、ね、あれだったけどね。ロアさん来てた、ちょうど来てたよ、うん、ホワイトデーはピアス買ってもらいましたって。いいね、ピアス、ピアス身につけられるからいいね、うん、ああもうすでにじゃあプレゼントをいただいたという、いただいたってことじゃない、うん、ピアスです。いいねいいねなんか訴えてくるんだけど寝ろ寝ろ、みんなお薬飲んで寝ろってありがとうございます。ゆうちさんもお疲れ様でしたって。あ、お疲れでした。お疲れ様でした。今日は今日は